自分は美容師になりたいのでカットっていうのはやっぱり一番大切ですし、国家試験でもカットのテストがあるのでそれに力を入れていきたいなっていうのがあったのでカットを選択しました。実際受けてみて、美容室で見るカットとやっぱり自分がやるカットとでは全然違くて、最初はすごい切れなかったですし、自分にイライラすることもあったんですけど、でもどんどん回を重ねていくごとに上手くなっていくのを感じられたのですごい良かったと思っています。将来の夢は海外に行っていろんなことを見ていきたいですし、日本じゃやっぱり体験できないことがあると思うので、自分はアートとか映画とか見るのがすごい好きなので、それを絡めていった作品をどんどん作っていけたらいいなと思っています。